はい、こんにちは。パーソナルトレーニングジム、Bボディの小林です。今回のチャレンジは、1週間玄米のみで生活するチャレンジです。一応、ミシロさんのあの動画を見ると、玄米だけで、お酒も禁止ということで、僕食べるのすごい好きで、ちょっとこだわりというか、こういうのを食べるんだったらここに行きたいとか、そんな高級店とかじゃないですけど、ここはこう安くて美味しいみたいな探すのとかも好きで、そういうとこでよくご飯を食べることが多いのと、あとお酒は、ほぼ毎日家で、最悪家で飲むか、まあ、外で飲むか飲んでるので、その両方をね結構制限されるのが過酷だなと思って、今からかなり憂鬱な気分です。で、そのチャレンジ聞いたのが金曜日だったので、あの土日に実はもうすでに予定を入れてしまっていて、スタートが今日、今月曜日なんですけど、月曜日からになってしまいました。なので月木で動画を撮った分を金曜日に一度アップさせていただいて、金土日の分をもう一回月曜日にアップしますので、ちょっと2回に分けて送らせていただければなと思ってます。で、まあそういう、まあ、ダイエットっていうか、こういう企画は多分ダイエットに近いと思うんですけど、もともと僕は格闘技をもう10年ちょっとぐらい、そうですね、32、3までやってまして、その時にやっぱ減量ですごいいろんなダイエットを自分でやってました。で、こう、まあすごい、こうやってやれば落ちるなって分かるようになってからは、だいたい3週間で、まあ、体脂肪で4キロから5キロぐらい。で、まあその時は格闘技なんで、ダイエットっていうよりは体重を落とすためだけに水を抜くので、2、3キロサウナとか、あとはそうですね、暖かいところで動いて2、3キロ落として合計8キロぐらい落としてました。で、これもね、やっぱ最初は全然わかんなくて、まだスポーツクラブとかで働く前はもう全然わかんなかったんで、本当に春雨ヌードルしか食べないとか、あとは、なんだっけな、あれですね、ビタミン剤とお水だけで後半生活してみたりとかやってたんですけど、まず体調が悪くなるのと、あとどう、やっぱ体調が基本的に落ちなくなってくるんで、その極端なやり方をすると。なので、まあそういうやり方をやめて、一番よくやってたのは、夏でも冬でも全部鍋にして、鍋とあと、まあ、朝だけご飯食べるみたいな、でいっぱい練習するっていうのをやれば結構落ちてましたね。なのでこの何かだけ食べるっていうチャレンジダイエット法がかなり久しぶりにやるんで、まあ、少しどういう感じで体重が推移していくのかとかも楽しみですし、あと自分の体調の変化がどうなるかなんかも結構楽しみだなと思ってまして、まあ、その辺2つね、こう見ながらやっていければと思ってます。体重は、後ほど載せますけど、今日の時点 79.5 なんで、まあ1週間で多分 1,2 キロ落ちればいい方じゃないかなって自分では考えてます。あんまりね、こう推奨するやり方ではないので、基本的には私としては推奨するやり方ではないですけど、まあ、ミシロさんも言った通り、ウエスト周りが細くなった人もいたみたいなんで、まあ、とりあえず今回やってみようと思いますんで、よろしくお願いします。では、はい、記念すべき1食目の玄米です。もう普通のご飯ですね、これは。
2日目、スタートします。昨日あの後夜、お茶碗1杯半ぐらいかな、玄米とにちょっともう味ないのきつくてふりかけかけて食べました。で今日は、今朝2本レッスン終わっておにぎり2個、玄米おにぎり2個食べてまた夜に向かいます。体重は 79.5 から 78.8 まで減ってました。じゃあ食べてきます。1分半ぐらいですかね。すごい食事が切ない食事です、毎日。でもまあ慣れてきたんでこの調子で夜も行きたいと思います。はい3日目の食事です。今日もレッスンが終わって一息ついてるんですけど、今日食べれるのはこれとこれ、玄米です。じゃあ食べます。はい、4日目のお昼です。ちょっと夜あんまり取れてないんですけど、基本はこのこれぐらいのトン水に 1.5 杯ぐらいで食べてます。で、ふりかけも始まったんでこれと一緒に食べていきたいと思います。今のところね、体重は1キロちょっと落ちていて、まあ、そんなにお腹が減ってきついとかはないんですけど、食べたいものはいっぱいあるっていうような感じです。じゃあ食べます。はい、5日目の食事です。昨日の夜ご飯2杯ぐらい玄米を食べて、さっきレッスンをやってきて、体重測ったら 79.6 かな7まで戻ってました。まあ結構水分量で上下しちゃうんで、ちょっと減った分また水分量で戻ったのかなという感じです。ただ見た目的には少しすっきりお腹周りとかはしたかなって思うぐらいですね。そんなにこう劇的に変わったっていう感じはしないです。
で、これからお昼でおにぎり1個食べるんですけど、これここまでの分で、ね、一度閉めて、動画をねアップさせていただきたいと思います。まあ、ここまでの大まかな感想としては、最初めちゃめちゃお腹減ったんですけど、そんなに2日目以降気にならなくなりました。ただこう動画とかでね、こう食事系のやつを見ると無性にこうね食べたくなったりはするんですけど、まあ、普段は生活しててそこまでこうお腹が減ってどうにもならないっていう感じでは今のところないです。あとね、今日明日明後日とやって月曜日にまた動画をアップしますので、まあ、もうちょっとね体重の数値の部分で少し落とせればなと思ってます。では食べます。